ったんだよね。で、その中で、マコさんがぜひやった方がいいんじゃないかって言って声をかけてくださったわけで、こうやって皆さんと久しぶりに会うことができました。マコさん、どうもありがとうございました。よく来てくださった先生方も皆さんもどうもありがとうございました。ミューテに変わります。マイクロフォン嫁さんからマイクを渡されるとは思わなかったそういうことはあまりなかったな、今まで。なりくんか、まつりくんかしか、マイクを渡されることはなかったけども、皆さんどうもありがとうございます。レゲエで言うたらイースタンウェイさん、ナータンソーね、そう、そんなこと言いますけども、本当にね、遠くから、ね、九州からもそうやし、本当に東京もそうやし、埼玉もそうやし、そう、神戸もまあ、そうですね、そんなに近くはないと思います。どうも皆さん、遠路はるばるどうもありがとうございました。おはようございます、ね、そして、まあ、今日はね、僕、実は先週にちゃんと炭の絵をしたいというところで挙式をいたしまして、で、私、みやしごのような生活をしていました友人ですけども、そう、13年、14年、もうずっとね、会ってなかった親戚とかを全部集めて、なんとか20人ぐらいの中で挙式をできるようになりました。そうなんです。そう、そして、まあ、今回はね、友達っていうことで少し信じてて、みんな本当にもう一番近い友達ばっかり呼んで100人ぐらいでパーティーをさせてもらったんですけども、本当に全員が全員ね、みんな顔わかるやつばっかりやし、全員が全員ね、面白いヤジを飛ばしてくれるやつばっかりやったし、本当に楽しかったです。こんな楽しい本当に結婚式のウェディングパーティー2次会3次会っていうのはなかなかないと思います。どうもありがとうございました。